演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。スカルビンのポテトチップス47トロークと同じ埼玉県代表うなぎの蒲焼き味を食べたいと思います。ていうか言いますが、うなぎの蒲焼きは埼玉代表というイメージが全くないのですが、なんだろうねって思ったら、ここの袋に書いてありましたわ。埼玉県ではうなぎ屋が多い、そうですね、初めて。では、ここに今道連れでしょ。埼玉のうなぎの味は江戸からする伝統の味です。で、その伝統の味をポテトチップスにするというのはどうなんだろうか。ちょっと私見越しているような部分もあるような、ないような、まあ、どんな感じなんでしょうね。では、食べてみます。うなぎではなくて、そっちの味が強いね。なんか、あれが欲しくなってくるな。蒲焼きの風味は、ね、ちょっとうなぎの味ではなくて、うなぎの、あの蒲焼きがかかっているタレの方の味ですね。なので、やっぱり普通の醤油味とは違っていて、ちょっとコクがあるというか、濃厚というか、そんな味わいでした。ちょっと言い方的に妙なのですが、なんかご飯が欲しくなるようなポテトチップス、そんな感じでしたね。このタレでご飯も食べてみたいなと思えるような、そんなタレの旨味がポテトチップスとして登場していました。とっても美味しかったです。埼玉のうなぎ侮れません。というわけでこちらの点数とさせていただきます。それでは新年の強情っぱり私かな、きっと強情な人は読んだんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。